品評会が行われたのは日本オランダ獅子頭という品種です。およそ200年前に日本に入ってきた品種で、ゴツゴツとした頭や横に張った尾が特徴です。今回で15回目となる品評会には、山形県や鹿児島県など全国から金魚の愛好家およそ40人が参加し、200匹以上の日本オランダ獅子頭が出品されました。審査員はヒレの形や全体のバランスを真剣に見比べていました。大変光栄でございます。水替えには気を使いました。3200円、ないか。3200円ないですね。3100円。また会場では一般の人も参加できる金魚祭りも開かれ、訪れた人たちは競りなどで目当ての金魚を購入していました。